見てこなあかんわ。キャブー。45V かな。45V。チャージこれやね。これねネジネジあれやね。どこもプラスマイナス持ってきたけどプラスでこうに開けるんちゃうのこれあれと思って、はい、ここになんかさせてくれたの、これマイナスさして、さしてのこんなんねじられへんから、こっちかこっちかどっちかやんな。あ、動いてる。で、どう開ける、こう開けないよ、開かないよこれあだ、はい、これ持ってきたんですけど、いや、腰分からないここに刺さないの、これここにこれ刺せないのか、あ、え、これがここに刺さって、これここ、あ、こことここに刺したらいいってこと、よし、これでプチンと切って短くしました。まだあかんかな、プチンと切る、切ります、切ります、ぼやけてる、こっちでは無理や。もうちょっと短くしようか。目分量ばっかりな。ちょっと物差し測れんのこんな。はい。よっ。
とりあえず入れてみましたって相手のどうしらんけど、テストしてみましょうか。テストです。どんなか分かりません。テストです。プラスプラスです。プラスにつなぎます。つながってマイナスの方はなんかしっかりいったかな。マイナスにつなぎます。ちょっと引っ掛けようか。あ、これちゃんと入った。はい、プラス。あ、最後かな。一緒やんかいな。一緒やで、あの久保さんの頑張ったの。抜けかかってんのかな、まだかかんのかな。ここまで下がってみようか。てか、これカメラ撮られんの。今入れたところがこれやんね。触れるやんね。で、触れる。これ 2.5V、 2.5V なんですね。 2.5 の2つで 2.5 の5V、 ほぼ 5V。 ほぼ 5V。こいつがなんかおかしいんじゃない。来てないで、ここは。これが 2.5 ここ来てない。ここ来てないよ。これおかしいや。これ直すのあかんな。これで触れてるやんね。触れてないやんね。電気通じてないよ。これ入れたで、今入れたら怖い。ビリビリってきそうな。まず入れてみる。よし。壊れてるんちゃうのかな。ほんまかいな。あかんがな。これどっかで線切れてみやな。直されへんのかな。この直されへんわ。多分キャーン。ちょっと、はい、そうなんで直せません。キャーン。これのどこかがおかしいのです。そんな分かれへん。どこがおかしいの分かれへんな。あ、出てた。
おかしいんやろな。これ今3つ目見てます。3つ目3つと4つの境目です。あと3つバックします。はい、こんなの 4つ目です。目立つ目見てます。はい、4と5の境目です。ここのところでしょ、これ今ここ見てます。でここのところ見てます。はい、ほんで次は6個目、1、2、3、4、5、6個目、6目見てます。え、6と7の境目ですね、ここね。6目戻りますね、6目ずっと。はい、こんなんで今6と見てて、なんてで、7個目ですね、これね。ここから7個目走る。7個目そんなに見てもらわからへんけど、どうでもはい、7つ目のとこです。8つ目ね、7つ目と9つ目の間、8つ目やったっけ。ちょっと待って、感じるな。1、2、3、4、5、6、7、8個目、8個目ですね、ここね。で、ここから9個目、9個目です。よし、9と10の間ですね。鍵だったら分かりにくい。はい、んで9と10の間です。
よいしょよいしょ。11個目やね。これ11個目なの。11と12の間です。こういう感じね。で、11でしょ、これが。で、12個目。よいしょ。12個目。11と12の間です。これが12個目です。はい。これ、中に入り込んでんの、これ。12個目です。あとでモニターで見てみるの分からない大きして、はい、そのとこですね。なんか怪しいとこある。濃いとこあるの。はい、ちょっと分かりませんね。はい、そうなんで、どうも壊れてます。電圧が来ません。どっか線切れてるんですよね、このこれね。入っていったのが、これになるんですよね。ここには電圧かかってないんです。この1本だけか、この2つね。よいしょ。ねえ、電圧がかかってない。どっかで切れてんのかな。はあ、こんな分かれへんわね。
もダイオード逆流しないようにダイオード入ってるのに1個潰れてるということは、これ自体ですね、全部の電流が加わってないからここに逆流してダイオードが壊れたんですね。ということは、やっぱりこの1枚が壊れてるってことです。この1列、ここから見たらこの1列になるんですけどが壊れてるんですね。あとはこれ、まあ、こっちの 2列、ここ2つ目、ここ1個目としますよね。これ2つ目で、2つ目と3つ目はここに来るんですよね。で4つ目と5つ目がここに来るんですよね。この1、2、3番目に来るんで、一番最後の1、2、3、4、5、66番目はここに来るんですね。1,2,3,4 番目に来るんですけど、こことここは正常に電気来てて、ここも電気来てて、これが来てない。これ電気来てない。ということはこの一番上のやつが電気来てないことなんですけど。皆さん。太陽パネル治りません。キャーン。